熊谷、そしてフラッシュは日本代表候補のマッチアップかな。パスを回す信州、5秒4秒3秒から熊谷ダンクシュート、ね、早速あの熊谷くんね、そして寺島戻してショットクロックあと8秒、ここあたりが結構本当にテストタイトですよね、はい、そうですね、高い位置からプレッシャー上がってますよね、うん、ジャクソンからいいパスがと思いましたけれども、いいナイスディフェンス、さあもう1本すでに、あっこいいパス、三井からウェイン・マーシャル、クォーター始まりました、広島ゾーンから入ってますね、ゾーンから来ましたが、しかしそれを決めた、今日シュート2本目になった大崎、今度は3ポイントです、前田手を挙げた、抜け出しました、パスを振っていって、ノーマークを探していくって大事ですよね、はい、本当パスよくつながりましたよ ね、 苦しい時にはやっぱそういうね、あのフリースローだったらリバウンド頑張らなきゃいけない、はい、ディフェンスリバウンド、そしてまたこの今日はしっかりとパスが一直線通ります、ここは取らせませんでしたね、いいシュートは打たされたんですけど、西山もう足脇野に通った、バスケットカウント、こっちのはね、こうベンチメンバーが非常に、ね、ベンチポイント多くていいですよね、西山、マシヤキの手を挙げている、岡田4秒3秒、わ西山達也の3ポイントで前半のブザーが鳴りました、下がりました、決めた西山達也選手、はい、まあ、素晴らしい、もう本当にベテランのね、ジャクソン立ちはだかる、パス出して三井、能力で出した三井、受けてウェイン・マーシャル完成、メイヨ来た、メイヨ、あーブロック、岡田、そして左にまた熊谷がいる、おーそのままアタックカウントです、ここまで守ってましたけどね、最後手を打ってしまいました、ね、あこのシーンですね、はいはい、やっぱりフィールドゴールをね決めると決めないと全然違うので、はい、岡田1対1抜け出した、ナイスアシスト、そして決めたのはマッケンリー、さあ寺島アタックする、ボールを取る、また早めに入れた、ホーキンソンリングした、流れがねもう第4クォーター入って速攻でやっぱ 4-0 のランだったので、あのもうすぐにね、さあホーキンソンが来て自分でアタックから外、キックアウトからマッシュアキのスリーポイントです、やっぱりね、そしてマッシュアキの1対1からシュートを打つ、あー決めた、ハウスショットよく決めましたね。